20周年ということで、めでたい、ポケモン頑張った、ゲームリークの増田です。今年本当にあの20年ということで、皆さんにこれだけ応援されてここまでやってこれました。本当に嬉しいです。自分はあのポケモン赤緑は、開発6年ぐらいかかっているので、まあもう26年ぐらいずっとやってるんですけど、まあ最初の頃はあのずっとプログラマーと、あとは、音楽の作曲、効果音作ったりもしてました。ですので、当時の思い出といえば、まあ、よく当時あったんですけど、コンピューターがあの熱暴走してですね、壊れていくという現象が多々ありまして、その時に一生懸命復旧して、ポケモンが完成していくんですけども、どのぐらいかな、多分ね 3,4 回くらい、コンピューターが壊れてったんで、あの時本当に、頑張ってコンピューター直してよかったなと、あれがなかったらちょっとまず赤緑が出てなかったかもしれないと思うとですね、怖いですね。今のコンピューターだいぶ頑丈になりましたけども、そういうなんか思い出が、すごいたくさんありますね。もう多分あのずっと語っていられるぐらい、一番最初の赤緑はやっぱりいろんなことがあったので、まあ、もちろんあの作ることも楽しかったですし、朝から晩までずっとコンピューターの前でプログラムをしたり、いろんなアイデア考えたりっていうことをしてました。で、まあ、それがまさかねこんな20年も、で、まあ、作るときは毎回苦しいんですけども、こうやって皆さんに、多くの皆さんに楽しんでもらっている顔を見たり、笑顔を見たり、メッセージもらったりするとですね、また作ろうと、頑張って作ろうというふうに思いますので、まあ、20周年になりましたけども、ここから先も皆さんよろしくお願いします。増田でした。